かなりむずくなってんじゃないですか。51、49、56、55。ここが65に対して、あとは全部50かな。正答率が低い。結果は、こうなりました。じゃん。始まりました、まちゃちゃんです。今回はですね、第233回トイックの公開テスト、トイック公開テストの結果が返ってきましたので、そちらを開封したいと思います。果たしてどんな結果になっているのか見てみたいと思いますね。あとはそうですね、アビメっていうですね、アビリティーズメジャーズっていうですね、何パーセントどのジャンルの問題がどれだけ正解できてたのかっていうのも、公開したいと思います。では開けていきます。マジに取ります。コマーシャルが入ってますね。さあ、いよいよ、怖い。さあ、何パーセント？1800点。はい、ということで、910点です。やりました。ということで85回目、長かった、の満点を取ることができました。なんでね、85回も満点取ってるのに受け続けるんだと言われるんですけど、一個にはトイックっていうのは公開されていない試験なので、分析するためには受けないと分かんないんです。どんな試験においてもそうですけど、傾向と対策っていうのがあるので、それを分かりに行くっていうのがまあ目的です。だいぶね、英検よりも傾向と対策っていう、英検の方が変わりづらいというか、そこまで変化がないかなっていう、まあ同じものがいっぱい出題されるので、英検っていうのは、そういうのはあるんですけど、トイックはだいぶ変わる部分があるんですよ。こんな表現出てこなかったとか、あ、これが正解に絡んでくることがよくあるみたいなね、いう傾向っていうのが結構あるんですよ。変化っていうのも、ね、出てくるので、それを掴むためにやっぱり受けてないといけないんで、だから受け続けてますね。まあ著書を売るときとか、まあ本に関しても、やっぱり最近は、トイックに関しては受けている人の本を買うべきだとかってよく言われますので、まあそのために受け続けるっていう感じですね。続いてですね、正答率が出ますので、その正答率を見ていきたいと思います。正答率、ね、アビメって言われるやつですけど、そちらを見せたいと思います。はい。まずはリスニングからいきますか。リスニングは、まあ、できたんじゃないかなって思った回だったと思いますね。あんま覚えてないですけど、まあ、攻めてる問題もあったけれども、できた感じだった気がするんですけど、さあ、果たして、どうなってますか？はい。お、全部黒い。100、100、100、100。はい、オール100ですね。リスニング全問正解っていうことです。お、一番下のやつの正答率が低いですね。これ。フレーズ、あ、僕の正答率じゃなくて平均ですね。平均が48。フレーズや文から話しての目的、暗示されている意味が理解できる48。相当やっぱり、で。三脚蹴っ飛ばしちゃいましたね。いや、相当正答率低いですね。半分いけない。やっぱ遠回しな表現とか意図は何だったのかって難しいですね。ここを対策しないとやっぱり新たなトイックですね、新トイックは攻略できないですね。続いてリーディングです。あ、こちら、はい、あー、一個違う。195、100、100、100ということで、あー、一問取れなかったですね。一問、文章中の具体的な情報を見つけて理解できる。あ、なんか一個間違えたような気がする。確かに読み間違えたのが一個あった気がする。そういえばだいぶ低いですね。具体的な情報が49、平均が、これやっぱかなりむずくなってんじゃないですか。51、49、56、55。
文法が65に対してあとは全部50か40代ですね、相当やっぱりむずいっていうのが分かりますね。正答率が低い、まあそういうテストになってるっていうことですね。非常に厄介なんじゃないですか、受験生にとっては。トイックのパート7の解き方をきちんと分かっていくっていうのが、大事だと思いますね、どうやって解くのか、解法ですね、設問のパターンと回答を導き出すパターンっていうのを覚えないといけないですね。まあ様々な、参考書とかも出てますので、そちらを参照してぜひぜひ、勉強してからどうやって解くのかっていうのを分かってから受験してもらいたいなと思いますので、ぜひ受験される方は頑張ってください。それに対してね、短いかアナウンスナレーションのやつが78ですからね、相当平均が高い。他の部分がかなり難しくなってるから、ここを優しくしてる可能性も、まあ、なきにしもあらずですけど、だいぶ高いですね、78って。まあ、その分、やっぱりこのね、意図問題っていうのが非常にレベルが高くなってるので、ここの攻略をですね、きちんとしないといけないですね。特にパート2ですね。またですね、うちのチャンネルではですね、鈴木勘太郎さんのトイック900点プロジェクトというのが始まりましたので、こちらもぜひぜひよろしくお願いします。50過ぎても、果たしてトイック900点を取れるのかっていう企画になりますので、ぜひぜひね、勘太郎さんに刺激を受けて一緒に頑張っていってもらえればなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.